みなさんこんにちはたらめり、えー、2022年受験対策税理士母材横断クラスのガイダンス講義を開始させていただきます、えー、担当はレックの富田でございますどうぞよろしくお願いいたしますはいということでねあのー、今日はですね、えー、これから開講してまいります、えー、2022年のお税理士試研、えー、こちらの合格に向けての講座案内ということで えー本日はですね、まあ、私の方で収録を担当させていただいております「母材横断クラス」ですねまあこれはあの税理試験の中でも「簿記論」という科目と「財務諸表論」という科目まあいわゆる必修科目って言ってね、まあ、基本的に必ず合格していただかなきゃいけないとなってる2科目でございますまあ合わせて2つを総称してね会計科目って呼んだりしますけどね大体、えー、税理試験の 入り口というのかな一番最初に受験される方が多いのがこの母材のクラスになりますけどね、まあ、その「簿記論」という科目と「財務諸評論」という科目同時降格を目指してまあおおよそ1年程度勉強頑張っていただきましょうというこのクラスについてのご案内をね、えー、収録講義を担当させていただきます私富田の方からですね、えー、お話をさせていただくというところになります。まあ、今日ははあのの別に勉強するわけででないので えそんなに、ね、えまあおおよそ30分程度ですかねお時間頂戴いたしまして、まあ、私の方で担当させていただくこのモザイオダンクラスのコンセプトであったりとか、まあ、講座を進めるにあたっての僕の基本的な考え方とかあそういったものをですね皆さん方にお伝えをさせていただいて、まあ、今後ね、えー、皆さん方が あー税理試験をご受験いただくにあたってのね、まあ、一つの講座選択の判断資料と判断材料という風に、えー、していただければありがたいという風に思いますがまあ,あ少しねこの横断クラスのお話をさせていただこうというところでございますんでお付き合いいただければと思います。ね、でこの母材横断、まあ、2022年度向けのクラスっていうのもね、まあ、早いもんでもうねあの収録がぼちぼち始まるんです。 えー、始まるんですっていうかもう始まってる感じなんですけど大体いいねこれ毎年毎年収録っていうのはね、えー、3月の終わりぐらいからかな3月の頭かぐらいからまあ始まっていくようなところがありましてね、えーえー、まあこれ今いつ撮ってんだって話なんですけどこれね2021年のまだ3月成り立てぐらい、ね、なんですよ。ん そうですね。2021年の3月でね、まあだいぶまだ先だねっていうところもあるんです。2021年の試験自体がまだこれからだから、ああ先だよねっていうところもあるんですけど、ただまあこの母材オーダーのクラスに関しましてはね、えー、ウェブの聴講クラスと、まああとは通学のクラスですね。 えー、今年度お2022年度向けのクラスに関してはあ通学のクラスも、まあ、私の方で担当させていただくんですが東京のね、えー、水道橋本校というところで開校する予定になっておりますけどもおまあこちらの方を担当させていただくというところもございますんでちょっとそのコンセプトなんかをね お話しさせていただければと思ってるんですがすでにこの2022年向けの合格目標の母材オーダーのクラスですねパン,パンフレットの方も出来上がりましたこれまだご覧いただいたことない方ねまあホームページ等を通じてデジタルパンフっていう形でもご覧いただくことが可能でございますけどもね、えー、やっぱりまあ紙のが見やすいよっていう方もおいでになると思うんで、まあ、そういう方はですね、えー、お申し付けいただければ あご自宅の方にご郵送させていただくことも可能でございますしえまたはですねえお仕事とか学校とかあまあご自宅でもいいんですけども近くに私どもレッグのね本校っていう呼び方するんですけどまあいわゆる校舎ですね校舎等がもしお近くにあればあまあお仕事のお代わりにでもですねえちょっと寄っていただければパンフレットいっぱい置いてありますんでまあそちら一部お取りいただいて詳細内容の把握をね していただければというふうに思うんですけどもまあ最初に申し上げた通り、デジタルパンフレでもチェックはしていただけるようになりますか？まあ一応、この講座の構成であったりとかま、受講料等に関しては細かくいろんなパターンもありますん。でねパンフレットの方をご確認をいただいて、まあその上であのわからないところとか疑問点とかまあ当然出てくると思うので、まあそういった点についてはですね各本港のスタッフであったり。 または私ども本部のねあカスタマーセンターの方にお電話いただければあ随時ご相談はあお受けさせていただくというところになりますんでまずにね積極的にそういったものをご活用いただいてね一つ選択肢に挙げていただけるとありがたいなというふうに思います。でね、えー、今日はこの母材横断クラスについてのですね、えー、ご紹介というところになるんだけどもまあ先ほども申し上げたんですがこの母材横断のクラス ね、税理士験というのは複数の科目が存在してね、まあ、その中でいくつかは必ず受けてくださいねって指定されてしまう必修科目っていうのは存在するんですが、まあ、その必修科目を含めてですね通常であれば5科目、ね、5科目の合格を積み重ねていただくといわゆる漢方合格って言って税理士となる資格を有するものとして、ねえー、お国の方で認めていただけると。 いう形になるんですねまあ税理試験っていうのはね細かい話は皆さんもいろいろお調べだと思うんであんまり細かいこと僕が今言ってもあれだと思うんだけどあのー、かななりり独特のののの試験制制度を取っっってていましてねねやっぱりその最たるものっていうのは科目合格制なんです、ねえー、今申し上げた通り基本的に税理試験は5科目合格をした段階で税理士となる資格を有するものになりますからまあ5科目取っていただいた後にね一定の実務経験は必要です。 一定の実務経経験を経ていいただくと、いわゆる税理士登録、まあ、税理士会なんかに加入をして税理士バッジをもらって税理士をしてですねお金をいただいてお仕事をするということが可能になるんですが、まあ、その税理士となる資格を有するものとなるためには5科目合格をしなきゃいけないでこの5科目の中で必ず合格しなきゃいけないよっていうのが会計科目でございまして2科目あります。 それが私のね担当させていただく母財横断のクラスにおける論論と財務諸評論この2つですでこの会計科目2つをしっかり合格した上であとはね個別の税法です法人税法所得税法,法相続税法まあどういう税法を受けるかっていうのはやはり皆さん方の興味のある分野っていうのが一つ選択肢になると思う。ね ただまあこれもご承知の方も多いと思うんだけども税法は何でも好きなものを選んでいいよってわけではなくてえ基本的にはねえ会計科目を除いた3つのうち少なくともね3つの税法のうちの少なくとも1つは法人税か所得税を受かっていただく必要はあります。どっち受けてもいいしどっちも受けてもいいんですよ。3科目のうちの法人税と所得税。で残り1個はまあ今一番やっぱり受験生さん人気あるのは消費税かね。 えー、いうところになったりしますけどまあ何だっていいんですけどご自分の興味のある分野で税法ってのは受けていただければいいまあこれが基本のスタンスです。で基本のスタンスにはなりますけどね、えー、いずれにしてもまずは会計科目の合格っていうのは絶対的に必要だよというところになります。 でその会計科目を1年間にわたって勉強して同時合格を目指そうよっていうのはこの母材横断クラスのコンセプトで、まあ、今ですねよその予備校さんなんかでも類似のクラス設定されてるところもまあまああります。でありますがこれはあのちょっとした自慢というか、まあ、僕,僕が始めたわけじゃないんですけど、えー、これねある意味母材横断の2科目合格を目指して1つのクラスで勉強を進めていきましょうと。 こういうのはですね私どもレップのオリジナルでございまして、まあ、ある意味私ども元祖でございますしたがって非常に長い長い歴史をね抱えております、えー、まあ一番最初に、えー、この母財横断クラスっていうのを作ったのが今申し上げた通り私どもで、ねまあ、それまでね僕らの時代もそうだったんだけどあの「簿記論」と「財務諸評論」ねこれ今でもそうなんですけど基本的には2科目って別に勉強するんですよ簿記論は簿記論財務所論は財務所論 だから僕らの時代に関しては初年度に2科目受けたいなと思った時にはそうすると大体ね、えーまあ、学習量がそれなりにある科目なので「記論のクラス」と「財務諸評論のクラス」通学前提で言うとね大体9月に開講する。で9月に開講して翌年の8月の試験を受けるっていうんですけど、えー、そうね僕らの時代大体9月に開講して週2回。 ね、2時間半とかな授業を週2回ずつ受けてくるんですよ1つ選択すると。ねだからあー確かうろ覚えですけど僕なんかその時にね簿記論取ると月目の夜が簿記論で課金の夜がああ材表とかねまたは月目夜が簿記論で日曜日午前午後で財票とかね。 まあそんな形で1年間勉強するっていう形でやっていたし今でもそういう形の講座の方の方が多いです。圧倒的に多い。で圧倒的に多いんだけどこれねまあ正直言ってまあそれぐらいの逆修理は必要だからっていう前提で、えー、やっぱりクラスっていうのは組んであるからね、えー、今でも申し上げたとおりそういうクラスが前提になってるのは間違いない。で間違いはないんですけどもあのー、ちょっとね現実的に 週4コマの授業をね潰すために社会人さんなんか特にそうですけど1年間それをやり続けるってまあ大変なんですよまあ大変まあ昨今はね、えー、いいか悪いか別にしてですねあのー、やっぱりコロナの問題なんかがあってだいぶお仕事の仕方が変わられた方もいらっしゃると思いますまあ圧倒的にね在宅勤務なんかの比率が増えて まその分だけ自分の時間のやりくりがうまく回るようになってきたとか、まあ、そういう方もおいでになるとは思うんですね、まあ、そういう方にとってみれば、まあ、例えばだけどその週4コマ通学をするっていうのは前に比べるとだいぶね、えー、負担というのは減ったなという感覚の方もいらっしゃるかもしれないけども、まあ、そうじゃない人もまだまだ世の中いっぱいいると思うんですよ別に在宅勤務があるないにしてね,ね在宅勤務があったってやっぱり仕事量が減らなければやっぱりそっちを当然こなすのが優先ですからね ね、そうするとやっぱり週4個、まあ、学校に通って勉強するってのは非常に大変だとで社会人さんはやっぱね僕らの時代からそうだったし今でも多少その傾向っていうのはね残ってるっていうか、まあ、結構残ってますけど現実的によし税理士やろうと思って勉強を始めていただいてもね結局のところその学習時間の確保もできなくて、えー、途中でフィードアウトをされる方って非常に多いんですね。 特にボケラン時代は多かったですよ。やっぱり、えー、年末であったりとか年度末だ9月から勉強始めて12月近辺になってきたりとか3月近辺になってくると仕事が忙しくなっちゃってね全然もう学校来れないと。で全然学校来れなくなっちゃって2週間休んじゃったと。で2週間休んじゃって3週間ぶりに学校行ってみたらね全然分かんないこと言っててもう勉強ついていけないからダメだこれやって話になってフェイドアウト。まあ、そういう方が非常に多かった。 だからせっかくね勉強しようという高い志を持って勉強を始めていただいても結局通学負担が重すぎちゃってなかなかね最後まで調自体が続かないっていうとうころも実際あったんですで実際あったんで、まあ、ここをどうにかしなきゃいけないっていうのはある意味僕ら資格予備校の一つ大きな課題だったんですが、まあ、それを解消するべく作り上げたのがこの母材横断のクラスなんですね。 でこの「簿記論」と「財務諸評論」という科目はねまあ先ほど来申し上げてた通りいわゆる「会計科目」っていうことで一つのくくりになります。でなんで一つのくくりになるかっていうと相当程度論論のの部分分と財務諸ででで学習領域がダブルんですダブブルルすこれはね試験科目を見ても一粒両線なんですけどちょっと僕のねパーポに切り替えますが税理試験の会計科目の構成ってこんな感じなんですよ。 まあ今申し上げたとおり会計科目って「簿記論」っていう科目と「財務諸表論」っていう科目2つあるんですけどねそれぞれの問題の構成内容はどうなってんのっていうとまず簿記論っていうのはこれ100全て計算のみですだから単純なイメージで聞いていただくと分かりやすいと思うんだけどね簿記論ってね日照簿記検定なんかを受けたことある方または全刑簿記とか全商簿記でも別に構いませんよ。ね いわゆる簿記検定の類を受けていただいた経験のある方。ね。その方は上がりやすいと思うんですけど、簿記検定の問題がそのまま税理士レベルの難易度に上がってるだけです。同じです。 例えば認証簿記の3級とかやっていただいた方であれば、まあ、伝統的な出題形式で言うとね最近試験の傾向ちょっと変わっちゃったからあれだけども伝統的には第3問とかで試算表作ってねって問題があったりとか第5問で生産表作ってね決算整理やって計算、えー、生産表作ってねとかってあったじゃないですかねあれそのままですよ。ただ出題される決算整理事項が税理試験の方の方が当然レベルは高いに決まってるしね出題される具体的な処理量がね えー、税理士のが圧倒的に多くなったりっていいのは間違いないただ基本的に、えー、各種の簿記検定なんかで受けていただいた問題がそのまま税理士レベルにグレードアップしてるんだよで純粋に簿記会計に関する計算能力を問いましょうっていうのが簿記論なんですねだから母規検定のの問題がそそまままレベルアップしたとといいいいうに考えればそればでいいと思います、ね、だから結構馴染みがあるっていうのかなでほとんどの方々税理士験ご受験いただく方々っていうのはやっぱり簿記検定から上がってこられる方が多いんでねえ 簿記検定から上がってこられる方はもうそのまんま簿記検定でやったような問題が税理士レベルになってんのというふうにお考えいただければいいし、まあ、中には簿記の学習経験ないよっていう方もいらっしゃると思うんで、まあ、そういう方々はこれからね入門なんかの勉強をやっていただいて簿記、まあの2級商業簿記ぐらいまでかな、えー、日商簿記の2級ぐらいまでちょっと勉強をやっていただいて、まあ、そこから税理士の本編入っていただくところになりますがまあいずれにしても。 簿記検定を受けていただいた方はそのまま税理士レベルにグレードアップしてるだけだよこれが簿記論だと、ね、だから対応しやすいんですよねえな、ー、じみがあるっつうのかなでこれに比べてねもう一個の財務諸評論っていうのは問題構成がこんな感じになりますこれ財務諸評論の場合には簿記論と同じく計算能力を問うというのが50%出ます、ね、で50%出てそれ以外の50%って何って言ったらこれ会計理論の論述なんですね で会計理論の論述って言われると、まあ、正直言ってねんっていう感じになっちゃうかもしれないけど例えばですよ例えば一つの例で言うと皆さん方そうだな日照簿記の三級なんか勉強されたことある方お分かりだと思うんだけども期末決算なんか迎えた時にいろんな種類の決算セリやるでしょでいろんな種類の決算セリアでやると思うんだけど例えば原価消却の形状あるじゃないですか。じゃあ原価の形状ってていいう論点について どういう目的でどういう意図を持って減価焼却行為ってやるんですかね減価焼却計算を実施する目的は何ですかまたは減価焼却計算を行う効果って何ですかこんなふうに質問されますからそれに関して皆さん方がお答えを述べるんです。こここれれうういう目的で減価焼却という行為は実施されるんですっていう趣旨のことを書いて答えるんですよ。でこれが会計理論。な、ね、らまあ理屈の話なんです。 でこれが50%パー出るで、50パー出るよっていう位置づけになってねまあいずれも100点満点の試験ですが100点満点の試験についてまあ、そのまんま100点全部計算だっちゅうのは簿記論で財務諸表論っていうのは50点が計算で50点が理論だとこういう構成です。でこういう問題構成になっててまあ、最後に一応参考です。これね、基本的にですよ。 基本的に「簿記論」という科目も「財務諸評論」という科目も合格ラインは60点以上っていうのが目安と言われていますただこれ一つの目安ですね60点以上合格っていうのは目安ですでなんでって言った時にこれ実質的にねおおむね上位10%が合格する相対評価であるというふうにお考えいただいた方のが無難ですねでもうご承知の方も多いと思うんだけど近年はこの「簿記論」とか「財務諸評論」 まあ2021年の試験の結果まだ全然出てませんので2020年までですけど2019年2020年あたりはですね非常に合格率が高かったです貿易論も財務省評論もまあそれぞれね18%とか17%とか出てますんで非常に今合格率が高いで 17%18% っていうのはどういうことだっつった時にこれ基本的にね多くの方々が60点近くの点数にいってるってことですよ。 で60点近くの点数にいっていて配点調整なんかを行った結果、まあ、合格ラインを超えた人たちが17%とかになっちゃったなってゃったらっっあれですけどなったわけです、ね、でそうするとそこからさらにふるいかけて落とすとかってことは基本的にしないので、えー、だ基本的には上位10%という趣旨なんですけども多少配点調整なんかされます。でそうすることによっておおむね上位10%が合格する試験なんだ。各科目概ね上位10が合格する試験なんだっていうのが 税理試験の特性です、ね、これはもう間違いなく回転調整やってますいやってますもうこれなんかね、まあ、最近の簿記論とか財務諸評論のものよりも税法の数字見るとよく分かるよ税法の数字なんかまあ綺麗に並んでるからで当然税理試験っていうのは試験の先生っていうのは基本的に2年単位で変わりますんで2年単位で、えー、試験の先生どんどんお変わりになりますでお変わりになりますからこれはもう税法も会計も同じですでそうなってくると やっっぱりりね、のの先生の色ってああるんですよ、ね、ああります。よ。まもうご覧の会計科目でもあるよもうすぐある。で純粋に会計理論的観点から複雑だな難しいなっていう問題も出される方もいらっしゃればまあどっちかっていうとそれよりはあの日本語の表現とかで引っ掛けてくるような先生とかね、えー、そういう色もあったりするんでだから難易度だって本当にもう毎年まちまち。 比較的解きやすいねっていう時もあればそうじゃないねっていう時もありますであるけども税法なんか顕著ですけど概ね合格率なんていうのは10%前後でもう一定ですね、それは配点調整しなきゃそんなことにならないでボキロンとかだってあのー、近年はね17%とか18%という高い合格率がボキロン座標ともに出てますが、出てますがそれだって調整してますよどう考えたって じゃないとそんなに綺麗な数字にならない。結局ね初回の最低の段階で60点超える人ってそんなにいないんですよ。これはボギロン代表も。だからそれやっぱり点パーセントを目安に調整していかないといけないんで加点調整するんですね。で加点調整をした結果あ全体としての合格者が17パーとかになっちゃうとこういう話です。もう基本そういうふうに言われてるね。だからみんながちゃんと取るべきところをまず取ってプラスアルファ点数乗ってれば。 あ,あそこの部分でしっかり加点がされて、まあ、トータルとして豪華ぐらいに乗ってくるみたいな、こういう感じですね。で、そういう形の試験だよっていうのが税理試験の特性であり、ね。でなおかつ、まあ簿記論財務諸表論は具体的な出題形式としてはこういう構成になると。で、こういう構成であるがゆえですね、でか。あるがゆえ、もうこの点を徹底的に突き詰めて合理的に。 1>, 1年間勉強をやっていただくことで簿記論代表の同時合格を目指そうよっていうことで作り上げたのが母材田のクラスなんですでなんでっつった時にこれねあのー、財務諸評論も簿記論も、まあ、どっちにしたって要は簿記会計に関する計算能力が問われてくることは共通じゃない。ねどっちにしたって簿記会計に関する計算能力が問われてくるってのは同じなんです。で同じなんだだかららったら 同じ部分についてはわざわざ論論用用ととかか財務諸で分ける必要なないいんじゃない共通化できるところについては共通化することによって特性が出てくるところは特性が出るように勉強してそうすれば別に2科目分離しなくったってうまいこといくんじゃないですかというところがあってですね、まあ、そこの部分を私どもで徹底的に研究して工夫をしてね講座を展開してみようというふうに始めたのが母材オーダーのクラスです。 で、これねまあ幸いのことにですけど昨年2020年度2020年度の段階では大変多くの方々が合格いただきました、まあ、僕も本当にもうほっとした。ね まあ全体としての合格率もそこそこ高かったんですがあ昨年母材オーダーのクラスの方々非常に多く合格していただきました。ねえー、受かりましたよというご報告たくさんいただけて嬉しかったしね中にはこれ僕すごいなと思ったけどね、まあ、母材オーダーのクラスにあの即就っていうクラスもありますんで短期間でね的を絞って勉強していただくっていう講座も設定してあるんです。でその即就のクラスもあるんだけど即就のクラスを3か月調校して受かった人いましたね。 まあちょっとその人あの地頭がいいんだと思いますけど <laughs> あの相当優秀な方なんだと思うけどまあ僕でも初めてでしたね。えー、講師経験、まあ、なんじゃあかんじゃいってもう二十数年二十数年とか二十五年ぐらいになっちゃうね、えー、なっちゃいましたけどねまあでもねこれひさかたぶりでしたねそんな人はまあいるんだなと思ってね、まあ、いるんだなって他人事ですけどねいやでもやっぱりそういうね優秀な方もおいでになった。 でもまあそういうね人はもう多分どういうい形でで勉強されても普通に受かるんですよただやっぱりね、えー、普通の人たちっていうのかな普通の人々っていうのはやっぱりこうコツ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 しっかり努力を積み重ねることによって合格を勝ち取っていくっていうことだからまあ去年もね私通学のクラス担当させていただきましたからあその通学のクラスでもしっかり合格をね何人も合格してっていただいたでやっぱり彼ら見ててもねまあみんな優秀ですよみんな優秀だけどね えー、その頭がいいとかっていうところもあるけども何よりもみんな努力家ねもう大変ですもんだって、えー、去年もね毎週日曜日に、ね、新宿の格好で、ね、新宿エルタワーの校舎でね、えー、朝9時半から早いでしょうで夕方の4時半まで3時間を2コマね え毎週毎週雨が降ろうがやりが降ろうが勉強していただいたまあそれをやっぱりカツコツコツこなす人ってのはやっやぱりね成果出るんですよねでまあ去年もねいい結果出すことができたんですがまあこういうね重複する部分が多分にあるのが墓畑論材料だから、まあ、そこの部分をねえ効率的に学習することによってえ成果つなげようよとまあこういうコンセプトで作ったのがこの墓材を生むクラスです。 じゃあどういういうに効率性を考えててて講座って展開してん,のあんまり具体的な話を言ってもあれなんでちょっとイメージしやすい話をこのあとねしてみようと思うんですがあのちょっとその前にせっかくね試験の簿記論代表の試験の構成をちょっとお話したんでもうちょっと具体的な出題傾向もお話しとこうかなと思って作りましたはいまずこれ簿記論の試験簿記論の試験は2時間で回答しますね回答時間2時間ですで100点満点の試験です でちなみにだけど税理試験ってね例年ですか8月の第1週火曜日から試験が始まります、まあ、税理試験って平日ですからねで火水木の3日間でやるんですけどもまあその中で自分が受ける科目が実施される日にね試験会場行って受けるんですがあー皆さんに、ね、母材横断クラスの皆さんに受けていただく募金論度代表これがね初日の一発目、ね、初日の一発目が募金論です朝9時。 ね、始まりまりでこの一発目の試験募金論で問題は必ず3問構成で必ず3問構成になってて第1問が25点第2問も25点で第3問が50点の総合問題ねまあいろんなものが出てくる問題です。でございましてねトー,点点トータル100点満点でトータル100点満点で最大の特性はここなのかな。作文者 1> 第1問と第2問の計算問題っていうのはこれ学者さんすなわち大学の先生がお作りになります。で大学の先生がお作りになるんですが第3問は実務家って書きましたで実務家って書いたんだけどこれねあの日本公認会計士協会の偉い公認会計士の先生。ね、公認会計士さんの中でもまあ要はエリートですよね。えー、非常に優秀な公認会計士さんが問題をお作りいただくという形になります。 だから学者さんが半分作ってね実務科の先生が半分作るだ実務家の先生なんかやっぱりね、えー、出題してくる内容がそれこそ実務チックな部分観点っていうのも多かったりするし、まあ、逆に言うと第一問第二問をお作りいただく学者の先生っていうのはいかにも学者っぽい。ね。簿、え、記、ー、会計に関する原理原則論をしっかりと理解してるかどうか、まあ、こういったところを、ねえー、問うような問題を作りくださいます。でね近年 日照検定の級級とか2級、ねえー、ご受験いただいて無事合格とかされて、えー、税理士の方おいでいただいたりいう方もおいでになると思うんだけどねまあ日照の簿記検定も伝統的にあら学者さんが問題を作りになりますがなんていうのかな言葉は難しいですけどねあのー、正直言ってちょっと日照簿記の今の2級とか3級の問題を作りになってる先生っていうのは学者さんではあるんですけどかなり異端というのかな。 正直言って相当変だからあまあ一言で言ってしまうと税理試験に関してはああいう最近のね日商簿記の2級なんか受けた方はお分かりだと思うんですけども非常にまあ正直言って癖があって偏りがあるんですよね。で偏りがあるんですけどああいうねまああまりと失礼に当たるから言わないですけどひと、まあ、言言言っちまえるとんちんかんな問題は作りません。 あの税理試験の学者の先生方はもういかにも学者っぽい綺麗な問題を作りますで綺麗な問題をお作りになります。けけどただだその分だけ深いですよ、ねね、まあどうでもいいですけど今年2021年まで試験員される先生はねもうゴリゴリの会計学者伝統学派の会計学者の先生がおいでになってねもうその方はねあの余談ですけど、えー、学会論文等を通じて今の日商の物件で相当批判されてます。 だっっっ、まあ、ってて正直やっぱちょととおかしいとこ,ありますよんこんなこと言うとあれですけどだって今日商の物件検定試験って損益勘定とか出すけど繰り越し算表とか出さないでしょでもね損益勘定と繰り越し算表記載データの違いを理解するってことはすなわちそれは費用収益と BSA データ当たる資産負債純資産の相違点を正確に理解することが土台じゃないですか。で、まあ、当然それは知らなきゃいけないとは言ってるけど試験に出さないって言ったらやんないよねそういうこと。 でそういうね基本の部分をしっかりと理解するような問題を出さないのは根本的におかしいと、ね、まあそういうことをまっとうな批判をされるような先生方がやっぱり、えー、死刑の先生のおなりになるんであの正直言ってちょっと日照の簿記検定の問題特に二級の問題っていうのは近年癖がありすぎますからあれが学者の問題だと思う必要はないです。ね、あらいたんです正直言って ね、ああいうのは異端の作る問題なんであのそんなんじゃないですもっと綺麗です綺麗だというのと簡単というのは違いますよ綺麗だというのと簡単というのは違いますんであの変なところで変な点数の取りどこみたいなのを作ったりしませんよ税理士の先生はもう分かんない人は0点でいいってそういう問題は作ります、ね、ただちゃんとつながりちゃんと理解できればちゃんと対応できるっていう問題を作ってくるんでまあいわゆる昔からの。 伝統的な本来あるべき受験簿記の問題をお作りりになります、ね、あんまり言うとまた悪口になるんでやめときますけど <laughs> ねあのー、そんな感じで綺麗な問題をお作りになるで実務家の先生も当然ですけども非常に綺麗な問題をお作りになりますがどっちかっていうとちょっと読み取りとかやっぱり学者さんよりはしにくかったりすると傾向はあるかな <laughs> いうところはある。ただまあやっぱりね 実務家の先生の問題と学者の先生の問題って、ちょっと色が出るかなという気がしますけど、ただいずれにしても簿記に関する計算問題が出ます。はい、これ簿記論です。で、ね、対してね、えー、ちょっとポイントだけまとめました。はい、これ簿記論は計算難易度極め高いです。で、例年回答しきれぐらいの処理量があります。これもう典型的な話。まあただここ23年はね。ちょっと簿記論も少し簡単になってきてるんですけど、今までの傾向で言うと簿記論の計算問題、非常に難しいのが入ります。 でべらぼうに難しいのが入ってきたりしてでなおかつねこれはもう今でもそうなんですけど2時時間間という試験時間では絶対的にときれ,、まあ、れない、まあ、中にはねそんなに言うんだったら俺はとききってやるってそういうスタンスでねちょっと試験挑んでいただく、まあ、それは勇者として僕は称えますけどねあのー、それはそれで目指していただくのは構わないけど、あのー、目指しても多分できないです。 <laughs> あのこんなこと言うと失礼ですけどでもねほんと時わんないですよだってちょうどこのパンフレットがね片面 A4 になるんですけど税理試験の問題ってご覧になったことある方わかると思うんですけどこれねこんな感じの冊子なんですよ問題がで問題冊子なんですけどそうね大体いいこれで178ページあります178ページよ で最近のその難しい難しいって言われる2級の問題だってあれまあ問題の形が変わっちゃったからだけどあれ片面 A4 前提で言うと大体多くて4ページだからね45ページですからでしょねあんだけ難しいって言ったって45ページで終わるもの税理試験なんか178ページあるし多い時って26ページってありますからね絶対終わんないですよで絶対終わんないぐらいの量が出るんですで絶対終わんないぐらいの量が出るえじゃあどうすんの言った時に これなんでそれだけ量出してるか、ちょことを知らなきゃいけない。で、なんでそんなにいっぱい量出すのっつったときに、これ。税理士簿記論は典型的にですね。問題資料を見たときに、解く問題、とかまない問題の見極めがちゃんとできるぐらい。各論点についての正確な把握ができてるかどうか、これを通ってるんです。だ、当然、手出したものについて、回答ができるって、当たり前だよね。で、それ、当たり前なんだけども。問題を見たときに、例えば、A. と B. と C. という三つの問題があったときに。 ABC の問題を見てね回答にかかる作業量と得られる回答枠すなわち回答枠にかける回答の数ですよこれを点瓶にかけてより点数が詰めるものはどっちなのかこの取捨選択ができるぐらいの知識を持ってないと合格できないよこういうスタンスで作ったのが簿記論なんです。わかりますだからね簿記会計に関する能力を問うという意味では出題さ,された内容をね 全部解かせると、ね、試験で出てる問題を全部解かせるとでそうすることによって理解度とこれも一つの方法なんだけども解けないぐらいの量を出しておいてその中で,でかより点数を得点をね伸ばすためにはどういう問題からどういうふうに解いてってより多く回答枠を埋めるためにはどれから潰すべきなのかその見極め判断ができるぐらいの知識を持ってるかどうか、ね、そこで見ましょうよっていうのも一つの問い方なんですよ。 わかりますだから何でもかんでも回答用紙に書いたもの、まあ、これだけで評価をするんじゃなくてえ処理できないぐらいのもっちゃりした量のもの出しておいて、ね、それぞれの資料の関連性であったりとか作業量なんかがああこういう問題はこういうふうにこういうふうに関連してこういうふうに計算しなきゃいけないってことは多分こういうことやんなきゃいけないからこれぐらいの時間がかかるだろうとそれが A であると。だったら B という問題は、ね、A という問題が3つのステップを経た回答が出,す出せるところ。 ね、B という問題は1.5ぐらいのステップで回答が埋まるんだったら先に B という問題をやった方が自分にとっては有利であるとそう,そうだよねだって半分の時間で終わるんだったら残り半分の時間は別の問題にも振り向けられるじゃないですか、ね、そういう問題の示唆選択ができるぐらいの理解ができてるかどうか、ね、こういうふうに知識の習得というのを図るというのも試験の一つの典型的なパターンなんですだから試験では2つあるんです出たものは全部やれって試験とそうじゃないと。 いっぱいいっぱい量あるけどもその中で確実に得点伸ばせるぐらいの問題の見極めができるぐらいの知識を持っとけとねどっちも同じなんですよ作文者からすれば結局内容理解を通ってのは一緒なのねで内容理解を通ってのは同じなんだけど論いのは者者なななんです間違いなくなんでですす間違だから問題見た段階で,ですか各論点をもう正確に理解してえ、ね どういうステップを踏んでどういう回答をしてそれにはどれぐらいの時間かかるのか見極めができるぐらい全般にわたっての習熟をしだからもうまかに間違っても「用意どんではい始めてください」って言われた時にですねえ一番最初に乗っかってるところから上から下まで順番通り問題解くなんて人はまあ自理試験にはいないと思いますけどボキ論で変なことやってたら絶対落ちます100%絶対落ちます。100絶対落ちます いやそんなに言うんだったら僕はそれでやるとかってちょっとこう天の尺な人も中にはいるかもしんないけどねでもねそれで合格したら僕大したもんだと思うよ本当ににほ、えー、本当大したもんだと思うだって周りもみんなやってる人だからね周りがみんなやってない人ばっかりやったらいいけどさっき言った通り相対評価ですからね、えー、それは相当スタートラインからも不利に立ってますんで,、えー、論でねそういうい試験なんですそれぐらいやっぱり計算レベルが高いねまあこれがキロ論だと。 で対して財務諸評論は第1問第2問第3問、まあ、これも2時間の試験で3つ問題出ますで配点構成は同じなんですが第1問第2問は学者の先生がお作りになる理論の問題ですだから論述ですねで第3問が50点出るんですが計算問題これは実務家の先生会計士さんが作りますで全体100点満点だった話なんだけどはい材料の特性としてはですねはいこれ近年の傾向としてこれ大事ですよ 今、財務諸評論の特性としては、もう計算逃げ切り型。ね。すなわち、100点構成の問題のうち、第3問の計算で点数取れる受験生ほど有利な展開、ずっと続いてます。もうこれはね、なんじゃかんじゃいって、もう10年ぐらい続いてますね。で、今後も多分この傾向変わらないですね。変わらないです。でね、今の財票は間違いなく言いますが、計算が得意な人が受かります。で、逆に言うと、計算が 増えてない人は受かりません絶対無理です、えー、もう断言します。まあ嫌なこと言うなって思うかもしれないけど嘘言ったってしょうがないから事実ですから言いますよ。これね募金論と違って募金論と違ってねですか財務諸評論の計算の問題ってそもそも出題される論点が固定化してます。 ま当然ね一つや二つや新しい目新しいもの出たりはしますけど大体問われるものが同じなの。え同じなのってことはどういう対策するかっていう対策が取りやすいでなおかつ計算レベルが低い、まあ、これ言うと怒られるんですけどねあの僕もともとが簿記論のメインの講師なんで簿記、あのー、論のスタンスから言わせてもらうとね悪いけど財表の計算っていうのは全然難しくないです。 でちょうどね去年の試験2020年の試験とかがあ財務所協の中では難しかったっていうふうに言われてるんですけどそんな難しくないですって言ったら感じ悪いけど <laughs> 感じ悪いけどねあれで難しい難しいっつってたら冒険のなんか,分かんないですうーん確かに例年の財票に比べればちょっと難しいかなという気はするけどもでもちょっとです。 そそもそも募金論に比べれば計算のレベルって低いですでなおかつ出題論点がこの固定化されてるってこれでかいですよ。年から年中出るんですもん同じようなものは。現金預金に関しての過不足とか当座預金に関しての銀行勘定調整表とかねで、売上原価の計算貸引き設定原価消却もう全部同じじゃん。もう年から年中出るの一緒よ。 だからある程度対策を徹底的にやらなきゃいけないものってまとしべれるんだからでなおかつそもそも問題の内容自体が募金論よりも簡単なんですからいそもそものの計算っていいうのは点数が取りやすいだからね皆さんこれはね私どもの方で税理試験を学習していただくかどうか別としてねぜひちょっと頭の片隅に入れおいていただきたいせっかく聞いていただいてるからいいですか財務諸評論の計算はい50点満点の問題ですが。 僕の母材横断のクラスの受験生さんに最初から目標だ目標だって僕ずっと言い続けますけどもこれも基本的に40点以上点数目指してもらいますだ今の材料ってのはねもうとにかく計算数取るだけ取るんです50点満点のうち最低40点以上目指していただきますでこれを目標に僕は授業をやります財務諸評論に関しては計算50点のうち40点以上の特定、ね、で 材料はとにかく計算で点数取るだけ取っていただいてあとは理論はカバーです理論は大崩れしなければそれでいい、ね、その前提で僕は受験、えー、対策の授業というのを進めさせていただきますでなんでってった時に近年の試験でねこの理論の方がやっぱりちょっと複雑になってますだから聞いたことないような見たことないような質問でポンと出てくるんです理論で出てきた時にですか わけもわかんないもの適当なこと書いたって点数なんかどうせつかないんだから誰も書けないような質問って最近多いんですよ理論でそうなった時にはそんなもんできなくったっていいんですだって相対評価の試験なんだからみんなができないもの別にできなくったっていいじゃないで逆に言うとみんなが全然できねえところを書いたってそんなに点数来ないですよ相対評価なんですからあその前提からすればい理論は大崩れしなきゃいいんですただ計算は勝負かけなきゃだめなの だからね、ちょっとこれは、ぜひ念頭に入れといてほしいんだけど、あのね、財務諸評論の勉強を進めていくと、計算がなかなかできない人ってだんだん理論に逃げるんですよ。ね。僕は計算がダメだから理論をやろうと。理論で勝負かけるんだって言い始める人いますけど、そんなことやったら落ちますよ。で、理論に重きを置くんだって言っていいのは、え理論に重きを置くんだって言っていいのは、僕はね、 自分の中では、まあ、受講生さんには常に言いますけどもモザイオーダのの人たたちには財務資料の計算は40点以上目指していただきますでその前提で理論に重きを置くって言っていいのはねそうだな大体コンスタンスな定期得点状況計算の得点状況が30点オーバーぐらいね30点超えて35以下ぐらいのところで止まっちゃうような方はあ理論に勝負をかけると。 いうのは僕は言ってもいいとただ三十点割ってる人が理論に重きを置く置く置くとかね、理論に勝負かけるっていうのはもうこれはもうダメです。ダメです。無理無理。えー、それはやめただがいいよ。まあこれは人それぞれ考え方があるからあれですけどね。あのー、こういっちゃなんですけどね。 それは材料の計算ってね簿記 g に比べれば簡単だから僕簡単だ簡単だって言ってますけどとは言ったって当然税理試験ですからね。級みたいいに簡単なな問題は出ないですよで当然そんなのは出ません。で出ませんのである程度やっぱり計算問題するときにもうこれはもう皆さんもご経験あると思うんだけど理屈が全く分かってない人って計算できないですからね。そう思いません まあボギの3級はもしかしたらうまくいっちゃう人いるかもしれないけど今の2級なんていうのは全く理屈が分かってない人が点数伸びて合格できますかできないですよね2級だってそうなんですよでそれはもう税理試験だって絶対無理ですで何が言いたいかっていうと計算で40点以上取る人ってそもそも理論もある程度対応できるんですよだって理屈分かってるから理屈が分かってんから点数取れんだからねでそうなってくるとまあそもそもなんですよ 僕のクラスでやっぱり毎年目指していただいて確実に合格される方って例年40点超えますから計算がで40点超えるでしょでかたや計算苦手でね,ね30点ぐらい止まっちゃってる人もう計算だけで十数点点数開いてんですよでそれを理論でひっくり返すって大変ですよ相当大変ですよで理論って暗記だと思ってる人いますけど暗記じゃないですからね自分の考えないしは会計理論に関して通説的な考えを述べなきゃいけないんで 昔の僕らの時代の理論っていうのはねもう決まりきった模範回答があってねこれ聞かれた時にはこうやって答えるんだっていうのがあってそれは暗記すればよかっただから僕らの時代は論述という名の暗記だったんですだから僕は理論が得意だって人が昔結構いたんですでも今そいうの通用しないですよ当然覚えなきゃいけないところもありますがプラスアルファでえ自分でね A という知識と B という知識と C という知識を組み合わせたその場で論述しなきゃいけない問題こういうのが出るんですよ最近。 でそうすると暗記に頼,頼ってる人丸暗記で理論の勉強だと思ってる人はもう組み合わせは絶対できないですからだから理論で点数伸ばして大変なの<え>だったら計算で点数伸ばした方のが相対評価なんだから受かりやすくなるんですで僕はこの点をコンセプトにボザーオダのクラスを進めたいと思ってるなぜならば皆さん方キロンも座表もですか共通して計算は出るんでしょで共通して計算は出るんですでなおかつですね これは相乗効果として僕作ったんですけど単純に計算問題に関する難易度ってのは圧倒的に簿記論の方が高いんです。表の方が低いんですということは私ども母イオーダーのクラスの最大のコンセプトはより難易度の高い簿記論を前提に計算能力を身につけていただいてですかそれを財務諸評論の回答の書き方に落とすだけなんです。だからあくまでも 私ども母材横断のクラスの方々は簿記論合格のための計算能力を身につけてもらいますからこれがね普通ののクラスの人たちと大きなな違いなんですだから一般論として財務諸評論の合格目指して財務諸評論のための計算っていうのはそこまでやらないなぜならば試験自体はそんなに難しくないからだから一般の代表受験生さんたちがそこまで難しい勉強をやってない難しい計算やってないけど簿記論の皆さんにはやってもらうんです。 すなわち母財横断の人はあくまでも計算は簿記論ですからより難易度の高い簿記論を前提に勉強してもらうんであとはそれを財務諸論における回答の起こし方に落とすすだけなんで,すでこうなっていくるとこれはもう明白に差がつきますよ。で実際問題として私どもでも簿記論だけ財表だけを合格目指すクラスもありますありますが簿記論だけの合格を目指すクラス ね財表だけの合格目指すクラスもあるけどもまあ一般論として財務諸表論だけの合格を目指すクラスよりはやっぱり計算としての学習領域広いですから一般的に徹底的な学習が進んでしまえばモザイオダの受験生さんの方のがねやっぱ計算能力がた長けてるんでその分財務所領にくる計算の得点は圧倒的に高くなる。 イメージで言うと材表の専門っていうのかな材表専門で1年間ずっと勉強される方がだいたいね、えー、そこそこ上位陣が50点満点のうちの35点前後取ってるところをモザイオーダーの上位陣っていうのは445点いきます全然。うんうん、だってやっぱ10点ぐらいやっぱ上がりますそれはもうそれはそうそそそですよそこに至るまで5 k 論の計算前提で苦労してますから余計に。 で苦労してますから、やっぱそれぐらいの点数差フラットに出てきます。で、ここをうまく活用しようっていうのが簿記論と財務省の同時合格を目指す母財オーダーのコンセプトなんです。ね。だからあ,あくまでも僕は簿記論の合格を目指して計算というものをお話しします。で、当然財務諸表理にもそれはつながるから、あとはその答案値、ね、の落とし方、まあ、こういったところを皆さんにお話ししていこうと思ってるんで。 まあだからより高いねレベルのものを身につけていただければねえー、確実に合格を狙うことはできるだから次のページにも書いたけどもうこれは間違いなく言います今現在の税理試験母剤同時合格を目指すにあたってもう募金論計算しかないから当たり前ですけども今の税理試験はとにかく計算を制するものが試験を制するんですえこれ間違いないですよねさっきもちょっと極端な言い方でしましたけどね 表の理論が好きだいいう方もいるで理論が好きなのは僕は全然悪いいこととじゃないと思うむしろそれは誇るべきことだと思うけども試験への合格ということを考えた場合には理論に勝負をかけると言っていいのはさっきも言ったけど基本的には35点程度のアベレージがある人が言っていいそれ以下の人が理論に勝負をかけるんだ計算の復習よりも理論に時間をかけるんだそれはおかしい。 まあ相当リうんいい、えー、まあ特にやっぱり20点台ぐらいで計算が止まっちゃう人はね理論やっても多分無理です。ね。だから計算できるようにしなきゃダメです。財、えー、料は特に。ね。で僕らはあそのより高みの計算能力を身につけていただくという前提で防災オーダーのクラスってのはやってきますんでね。まあそこをぜひ認識しておいていただくといいかな。 僕はもう授業をやるにあたってよりレベルの高い簿記論で高得点を狙っていただくということを主眼に授業を進めます。ねだからまず近年の試験の傾向として難易度も難しくなってます出題範囲も後半に及びます、ね、だからいろんなものを勉強しなきゃいけないでいろんなものを勉強しなきゃいけないんだけどここが大事なんですただし本試験で合格を左右する論点ってのは高難度の論点ではないんです。 バランス論点ですよ。論点としてはやたらめったら図抜けで難しいような論点が合否を左右することはないんです。いでどういうことって言った時にですか。その下に書いてあるけどね。極めて難易度が高い論点も含まれるけどね。こういうのはほとんどみんなできないんです。どうせ解けないの。でそんなのザラにあるの。特に簿記論はあるの。でそうなってきた時にそんなものを一生懸命時間かけてやったってしょうがないんですよ。 じゃあ何が大事なのっつったら比較的基本に忠実な論点で得点を確実に積み重ねるように勉強しなきゃいけない。じゃあこの基本に忠実な論点って何ですかっつったら本当にベーシックな問題解けりゃいいってそういうことじゃないんですよ。要は日照簿記の2級まで日照簿記の2級までで勉強したことある論点が税理士レベルに引き上がって出題されてくる。ね、でこういうのを僕は基本に忠実な論点っつってる。ね で当然ですけど例えば2級の勉強やった時に固定資産の売却とか有価証券の評価とかやったでしょで、ああいうのバンバン出ますよでああいうのバンバン出るんで日商簿記の2級までで勉強したことある論点が税理士レベルに引き上がってる論点ね、こういう論点をまず確実に問題解けるようにそれに重きを置いて僕は授業を進めます僕は授業を進めますなぜならば 募金の合格を目指すにあたっては間違いなくそれが必要だから。で逆に言うと変に突飛な問題なんかできなくったっていいんです。ですか変に突飛な問題なんかできなくったって税理試験は落ちやしないんですよ。だって相対評価だから。だって変に突飛な問題なんかほとんどみんなできないですよ。ほとんどみんなできないもの時間かけて一生懸命やったってどうすわけないんですよ。でねこれ端的な話で言いますけども連結会計って2級でね。 最近どんえらい問題出てるでしょで税理試験も最近出るようになってきましたが2級の連結会計の問題ってあれすごい難しいですよ。ねえまあ1回目に出たのは実際税理士レベルでいやそんな難しくはないですけども2回目に出た連結なんかもすごいですよあれあんなの税理試験出ないですよでもしあんなのが税理試験出たらばもうやんないほうがいいやんなくていいんです無駄無駄無駄いいのだってできないんだから。 あーできないんだからもうそしたらもうそのまま飛ばしちゃい,いんですそうじゃなくて他の問題を解くんですだって相対評価だからあの2級の場合ってのはあれ絶対評価になっちゃうんでどきつい問題が出てくると単純に合格率が下がるだけなんだけど税理試験ってのは相対評価だからみんなが解けないような問題出てきたらそんなもんやんなくったっていいですどうせできないんだからでみんなが手を出すところを確実に取ってって頭一つ抜きんでで合格するこれが税理試験の戦術なんですね ってことは図抜けた問題なんかやることはなないで図抜けた問題なんかやんなくていいからそういうねい日照簿記の2級までで見たことあるような論点これが税理士レベルに引き上がってるようなところを徹底的に解けるようにしてっていただければ簿記論だって財布だって受かるんですよ。でね、まあ、これも一つ参考にしていただくといいと思うんだけどいい税理試験で受験失敗する人特に会計科目で失敗する人の特徴って2つあります。1つは 何が大事かが分かってない、ね、何が大事か分かかってないから、まあ、例えばね最近亡くなっちゃったけどあの受験雑誌とかあと身内の話とかねそんなもので右を差をする人って結構いるですだからさっきの話じゃないけど連結会計とかね、えー、そうだな税理試験の領域でいうと結構苦手にされるのが多いのがデリバティブとかね金融派生商品、まあ、そういったですねやっぱりイメージのつきにくい論点って苦手意識持たれる方多いんですで多いんですけども ね、そういう問題ばっかり意識して「ああ連結だ」「ああデリバだ」「ああなんじゃあかんじゃって言うんですけど、えー、そこの部分が分かりません分かりませんってご質問いただく時もあるのよ。で僕は質問いただくのは全然いいんですよ。全然いいんだけど「連結だ」「なんじゃあかんじゃって難易度の高いところまで一生懸命ご質問いただくその人って大体月齢試験とか見るとねさっきの話じゃないけど普通に原価償還の計算とか固定資産売却とか間違ってるんですよ。でね そっちができないのに、連結だ連結だって大騒ぎしたってね、しょうがないんですよ。だって連結なんか出なきゃ使わないじゃないですか。でも有形固定資産関連で減価償却は出ない問題あるわけないでしょ。で、そういうね、何が大事かが分かってない。ね、だそうすると、まあ人から聞いた話でね、右往左往するんですよ。うわ連結連結。うわ、デリバーディバ,ーデリバーっ,って。だから結局腰が座ってないから、やるべきことが分かんないんで、あっち手出して、こっち手出してやるからね。 だから結局何一つ自分の中に固まんなくてんでしけ失敗するんですよ。であたかもそういうことやってんと自分が勉強してるような感覚になってんです。まあこんなこと言うと失礼かもしれないけどでも僕は皆さんに失敗してほしくないから言ってるんです。難易度が高いことに触れてりゃ勉強してんだ違いますよ。でもっと言っちゃえば原価償却とかってそんな前からやってるような話は別にねもう何遍やったって一緒だよとぐらいに思ってるんですよそういう人って。で問題問いだって正答率が7割8割しかない。 有形固定資産のその売却団の除却団あるじゃないですかああいう問題解いて7割8割しかないですよ7割8割って低いですよだって絶対出るの分かってんだからで、ね、絶対出るの分かってんのに7割8割でよしとしておいて2割も間違ってんのにねあ連結連結とかデリバーデリバーって意味が分かんないでそういうことやってんとあたかも自分が難しいことやってるような感覚なのかもしれないけどそれじゃ浮かんないのよで、税理士試験ってのはくどいようだけどえ 年から年中出てくる基礎の論点は多少応用的な問題が出たってしっかり対応できるようにするんですだからそれを典型的に僕はボケ2級までで見たことある論点これが税理士レベルに引き上がった問題って言ってるんだけどもこういうところを漏れなく解けるようにしていけば変に突飛な問題なんかできなくったって全然余裕で受かるんです。ね。だからそれをしっかりやればいい。ね、そうすることによって確実に合格はできる。 それを僕は重視してきますんで、その前提で学習は進めていこうと思ってます。ね。だからこそ、これはもう日常の勉強の段階からね、もう皆さん方にはしっかり点数を取ってもらうべき論点と、保険的論点、明確にしながら授業します。ですかもう明確にしながら授業します。これは絶対できるようになんなきゃダメ。何が何でもできるようになんなきゃダメ。ですかもう僕は言います。 で逆に言うとこれどうでもいいやっていうのはどうでもいいやって言います。で物によっては特にテキスト後半は保険的論点も増えますからそういう部分は例えばですけど授業中やんないとかねあ全然出します。だ僕テキストに飛ばしたりします。でそうすると中にはテキスト載ってんのは何でやんないんですかって、ね、言われる方いらっしゃいますけどいらないからです。ね、でいらない部分については僕飛ばします。何で載っけてるんですか参考だからです。税理士の受験生さんだから 一通り授業中にやっていただいた話を見た後にプラスアルファ自己検査で勉強してって補完的に知識を高めていただくこともあるだろうと思ってるから僕は載せてるんです、ね、でそこの部分については授業中は扱いません扱いませんがご自分でやってで分からない確認したい疑問がそういうのはどんどんご質問いただければいいそのために乗っけてある、ね、で税理試験ってのは僕はそういうもんだと思ってるんで,でまず僕が授業中に扱うのは確実に合格するため でそういう論点はもう徹底的にあります。で逆に言えば合格するのにそんなところはいらないとかあそこは難易度が高すぎるし時間もかかりすぎるからやらなくていいとか明確にします。だから僕が事業所に取り扱った論点を確実にこなしてやっていただければ絶対受かっていただきます。これはもう自信持って言えます。ね。だからそういったところをねやっぱりお伝えするっていうのが予備校の使命だと僕は思ってるんでそういったことをやっぱり主眼に据えながら何にしてもまず皆さん方にはね 効率的に極力負担の少ない形で2科目合格を目指していただくということをもう最重要課題に僕は掲げてるんでその前提で授業は進めていこうというふうに思っております。まあ簿記論と財務省論それぞれ一つ一つを確実に合格していくっていうのも一つの道です。まあそれに向けての講座というのを私どもも解説はしております。ただやっぱりね、えー、受験勉強っていうのはあくまでも通過点に過ぎないですから。 ああ大事なことはまず資格を揃えて早く実務に入ること、ね、お仕事で活躍すること、まあ、それが僕はメインだと思ってるんで、まあ、だったらね1年間だったら1年間集中して勉強することで5科目のうちの2科目をまずここで揃えてしまうとそういう効率的な勉強の仕方っていうのは僕はありだと思う。 でそれにお答えいただけるようにねお答えさせていただけるように私の方でも極力学習負担を少なくしながらあー合格のために必要なものをお伝えしようと思っておりますんでね是非、まあえー、この「ボザオ田のクラス」というのも前向きにねご検討いただけるとありがたいというふうに思いますまあなんちゃかんじゃで結構時間かかっちゃいましたけどねまあこんな位置づけでございますよでねただ最後にちょっと一つだけ申し上げておきたいのが 母材横断のクラスで勉強していただければ、間違いなく簿記論と財務諸表論。一科目ずつ勉強するよりは学習量少ないです。少ないですけども、二科目のものが。一点五回一点七ぐらいになるもんだと思ってください。二科目の学習量が一点七ぐらいか一点五ぐらいで。学習をできるんだと思ってください。分かります。二科目のものが一科目にはならないですよ。 だから当然ですけど、簿記論だけとか財務省論だけをやっていただくよりは、復習時間は多いですよ。当然多いです。で、これは簿記会計の話ですから、これはもう3級、2級で経験されてて分かると思うけど、簿記会計は話は話で聞いてもらわなきゃいけないけどね、実際皆さん方、自分で電卓打って、手で書いて、計算やって答え出せるようにしないと、問題点数にならないんです。だから絶対これは復習いります。ね、で、その学習負担が著しくなくなるとかって、そんなことはないですよ。 ね、それは僕適当なこと言いたくないんで「えー、母罪横断だったら楽して受かります」なんて全然言うつもりないです。楽じゃないです。楽でではないですだって難関試験ですも税理試験。楽して税理試験なんか受からないです。えー、当然ですけどもえそれなりの負担は覚悟はしていただかなきゃいけない。ただ2科目やっていただくよりは絶対学習量は少ない。ね。1.5か1.7ぐらいで終わると思います。 でもそれぐらいの学習量はやっぱり確保できるようにねしていかなきゃいけないよっていうのは事実です。ね、でまあね皆さん方税理士試験をお考えいただいている方々だからそんなね楽して受かりましょうなんてことは思われてないと思うけどもまあ一応ねそこは明確にしといた方がいいと思うんです。でもしょうがないじゃない。ね。しょうがないじゃない。だってまあこれはもう極めて簡単な話でね ちちょちょろろっっっっってやってててやパパラパラと取取れるようなななな資資格格んんかですね取ったって意味ない資格なんて世の中ないと思うよ世の中ないと思うけどまあでもやっぱり世間様の評価ってのはそれなりですよ正直言って。でしょ、うん、全然ない人よりはよっぽどいい全然ない人はよっぽどいいけどもみんながなかなかこなせないものをこなしてくるぐらい専門性を持った知識を習得してきた方々だからこそ皆さんがだから五科目受かってね 実務のの後にえ登録ししててバッチを取っったらさえ税理士の先生って世間様は呼んででくれるわけでしょ予備校の先生なんてもう偽物の先生と違うわけですからねええー、皆さん方は将来的にその先生と世間様から呼ばれるような立場になるための勉強をするんですからねえだからもう予備校の講師ぐらいだったら誰だってなれますけどお税理士さんなんかそうそう誰でもなれるもんじゃないですよ。ねえ だそれは楽してなれるわけではないこんなの僕が言わなくったって皆さん分かるだろうけどね、えー、そこはやっぱりですねそれなりに苦労はしますよでも苦労しないとやっぱり意味のあるものはできないと思うしね、えー、それなりの評価しかやっぱりないと思うしねえー、確実にね合格していただくことができれば皆さんにとってこれは人生生きていくる大きな武器になるのは間違いないです ねえー、それだけ僕は苦労していただく価値のあるものだと思ってるんでねよしやってみようとこの1年間頑張ってみようと思っていただいたらば、まあ、ぜひ前向きにご検討いただければと思います。ね、まあ、皆さんと同じ志を持ったまさに同志がですね、えー、2022年向けのクラスでも、ね、多数詰まっていただくと思う。 で今年はねちょっといろいろ新しいことやろうと思ってて、まあ、例年はね新宿校っていうところ新宿やるタワー本校っていうところで通学のクラスやってたんだけど今年はねあの水道橋校でやります、ね、うん新宿の方が良かったって人もいるんですけど <laughs> あの水道橋校でやります。で水道橋に切り替えた一つの大きな理由がねあの今年ちょっと試験的になんだけど、まあ、毎月毎月ね勉強が進むとどいわゆる月齢試験やります。 ね、で通学のクラスでまあ月齢試験やったりするし通信の方々ウェブの方々もやるんだけどその通学クラスの月齢試験の日に合わせてね、えー、ちょっと今回ねあのズームでねライブでねウェブの方々とつないでみようと思ってるんですよ。ね ねえどうしてもほらウェブの方々ってこう一方通行の授業になっちゃうからあなかなかねえタイムリーに僕とこうお話していただくこともないしその場でご質問いただく機会もないからあ毎日毎日それをやるっていうのもなかなか厳しいんでまあ毎月の月齢試験の度にね Zoom でちょっとつないでみてねえライブ感を持ってねえウェブの方々も参加していただけるような機会を作ってみようと思ってねそしたらなかなかそれが新宿じゃ難しくてねえ設備の関係で水道橋だったらいけそうだったんで。 ねえー、今年はちょっとそれでやってみようと思ってますんで、まあ、そういったものもやっていきますからねぜひ前向きに、えー、税理試験の受験というものをご検討いただければと思いますはいちょっと長くなりましたけどね、えー、2022年向けの税理士、えー、母材横断プレミアムコース等々ね各種講座も設定してございますんで、まあ、一つ前向きにご検討いただけると嬉しいなというふうに思います、はい、以上で 本日のガイダンスは終了になります。長い時間皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。ね。えー、教室等でお会いできる日をね、楽しみにしておりますんで。ね。まあ、水道橋結構いいですよ。ね。楽しいところもある。あ楽しいところって変な意味じゃないですよ。あのー、しいご飯屋さん多いからね。あの、そういう楽しみもありますよ。ね。ぜひぜひ皆さん、ね、教室でお会いできればと思うし、またはウェブでね、お会いできればと思いますんで。 ね、ぜひ前向きにねご検討いただければと思います、はい、以上で本日ガイダンスは終了です皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました